ビスさん最終日。メイク配信。あ、最新でした。配信中です。あ、ラボンナさんありがとう。おはようございます。今日は最終日でございます。パチパチ。すごい早くてびっくりです。これ光つけたらどうなるかな。こっちのがいいや。お、ヒデありがとう。今日はメイク配信をしようって思って。他にあの眉毛は描きました。よいしょ。今はすっぴんに近いですね。ほぼ眉毛は描いたんですけどで、あのこれあれ言い忘れてたんですけど、あの何でしたっけ、お礼配信は必ず100位までの方にさせていただきます。このイベントの応援してくださった皆さん、あ、小太郎さんありがとう。このイベントのこのなんていうんだ、このなんだろう、貢献ユーザーって書いてあるとこの1から100位まで載ってるんですけど、そこにな、あの1から100位までの方はちゃんと後日必ずお礼配信させていただきます。炭酸せんべいさんありがとうございます。なんかいつもあのギフトとか投げてくださると思うんですけど、お話ししてて終えてない時とかあって、本当にすみません、ありがとうございます。あとこの SMS、 これ見え、絶対見えてない近づけよう。よいしょ。お、イソップさんありがとう。見えるかな、絶対見えないね。じゃあ一回剥がすねうわー、えい、抜けた抜けた。 SMS 認証はお済みでしょうか皆様。ぶっちゃんありがとう。あ、何時まで、9時までですね。30、あ、9、もう9時の間違えた、8時、8かけるかなまで、あ、8時までですって言ったら8時まででになっちゃった。いいか、8時までで、8時までで、です、す、す、この30分だけなんですけど、今日はレッスンを私は頑張ってくるので、皆さんも一緒に頑張りましょうね。あ、モスタさんありがとう。モリリンさんありがとう。これ SMS に、あ、マナタンさん、マナタンありがとう。自分のアバターをタップして、あ、サクちゃんありがとう。あ、プラザさんありがとう。自分のアバターをタップして名前の横にあの認証の緑のマークがついてるかどうか。あ、和幸さんありがとう。あ、佐藤直人さんもありがとう。しゅんちさんもありがとう。出てるかご確認お願いします。で、出てなかったらぜひこのね手順で確認してみてくださいお願いします。よいしょ、ちょっと貼り付けますね。貼り付け貼り付け、あ、はい。じゃあ、お、佐藤のおとさんありがとうございます。今日はもうフィーバータイムの最終日ということで、あの今日の配信スケジュールはこれなので、あのおやつの時間にも3時から4時でやるんですけど、一番皆さんに見てほしいなって思うのは9時から9
9時59分、9時59分っていうのはこれはあのイベントが終わる時刻なんですけど、この9時からの配信が一番見てほしいです。ここはカラオケ配信をしようかなって思っています。でここはあの昨日質問にお答えしてたんですけど、私すごいベラベラ喋るせいで全然答えられなかったから、それとかあとは皆さんとお話ししたり、ちょっと緩めに1時間できたらいいかなって思います。これはレッスン終わりにやります。あ、桃下さんありがとう。じゃあ、 あの30分しかないから、あのメイク配信しようと思ったからメイク配信しますあ、正確には21時59分59秒そうです。あの10時になる1秒前までということで、59秒までね粘れますので、あのこれはまた説明するんですけど、5分前になったら全員の順位が見れなくなるっていう恐ろしい時間が始まるので、また説明しますね。あ、ひろじさんありがとう。かずゆきさん、あ、くしゃみ出そう、出なかった。よし、メイクします。じゃあまずどうなんだっけ、下地とこれ眉毛は描いたんです。だから、お、えいかちゃん、えいかさんありがとう。あ、ラボーナさんありがとう。あの描いたので、今日はレッスンだけで撮影とかはないので、ちょっと軽めにメイクするので、今日はファンデーションはやめておきます。毎日ファンデーションしてるから肌を休めたいっていう気持ち。お、たっくんさんありがとう。たっくん、なすびちゃんありがとう。じゃ、まずはハイライトをやっていきます。ボビーブラウンさんの、これなんかこうマーブル、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あらら、見えにくい、これマーブルになってるんですけど、私はこのあの白い部分がすごいあの好きなので、好きというかそれがいいので、それをあの、あとブラシを、ブラシ紛失ということで指がブラシです。今この C のこのところと目頭からこのクマのところにかけてと、この鼻筋のところ、鼻筋とこの鼻のてっぺんにこうやってびっくりマークみたいにこうチュンチュンってつけます。でこの口のビルの頭のところ顎、ここの目頭のところはあのこれをやることによってクマも消し飛ぶっていう感じですはい、じゃあ次はなんだっけ、これシェーディングだ、シェーディング、おはようシェーディングをします。シェーディングはの眉毛からこうやって鼻のとこにかけて、まずこうやってシュッってやって、でチョンってチョンって鼻の途中にチョンってやって、で鼻先にシュッシュッシュッってやります。私はこうやります。ちょっとこれはなんかあんまり何も変わってないと思うんですけどあ、午後のリプトンさんありがとうございます。あの本当に何も変わってないと思うんですけど、気休めですね、これはシェーディングをしないと心が落ち着かない。はい、じゃあアイシャドウをします。アイシャドウはちょっと前まではあのウォン・ジョンヨさんのやつをもうずっと使ったんだけど、最近はこの、え、これ色めっちゃ可愛くないですか。なすびちゃんありがとう。
あ、ヒデありがとう。このあ、炭酸せんべいさんありがとう。これ色すごい可愛くてお気に入りなんです。このまず一番明るい白っぽいピンクを全体にシャーンって塗ります。これはあのまぶたの色を整えるっていう意味もあります。シャーシャー、おはよう、シャーンってやってまぶた全体に塗って、そうメイクもピンク大好きで、パーソナルカラーとかその自分の似合う色とかあると思うんですけど、なんかそれ私分かんなくって何色が似合うか分かんだし、あのパーソナルカラー診断というものを、あ、ピラくんさんありがとうっていうものを受けたことがあるんですけど、あの分からないねって言われちゃって、なんかちょっとよく分かんないんですけど、あ、ガーサさんありがとうございます。私パーソナルカラー診断行ったのに分からないっていう本当によくわかんないことが起きたので、私はもう好きな色を使ってメイクをするしています。いつももうとりあえず好きな色でやればいいよって、そうわかんないって言われちゃった。なんかなんだろう、なんか何回やってもでもこっちも、いやこっち、いやどっちなんでしょうねみたいな感じで、なんかもう診断してる方に私が聞かれて、え、あ、わかんないですねってなって、あ、ゆうてさんありがとうございますっていう、なんかちょっとよくわかんないことがね起きましたね。でも自分的にはあのイエベ春かブルベナツのどっちかなのかなって思ってます。はい、そしたらこの明るい一番明るいやつを塗る、二重幅らへんのとこに、ちょっと多分ショールームのこの画面だとあんまり見えにくいと思うんですけど、鏡よいしょに塗ります。ちょっと鏡持ってこよう。でいつもだったらあのライブの時とかはこの粒が大きいラメを絶対につけるんです。いつもだいたい皆さんの、ちょっと待ってくださいね。いつもだいたい皆さんの前に出るときはキラキラさせたいからすごい大粒のラメとか使ってるんですけど、今日はあのちょっとキラキラさせてもあんまり意味ないのでやめておきます。よいしょ、あ、小太郎さんありがとう。はい、そしたら涙袋にを強調するためにこの白いコンシーラーみたいなものを、これはキャンメイクさんのアイバッグコンシーラー02番なんですけど、これを塗ります。二重じゃない、間違えた、涙袋にほら見て、びっくりしました。そしたらこのヒロインメイクさんの、なんだこれは、シークレットアイライナーというものを、これすごい薄い色なんですけど、これをこのなんだろう、目の下のこのギリギリのところに
黒目の下からこの目尻にかけて塗る、なぞるというか、ギリギリをちょっと目のそのなんだろう、許容範囲じゃない、なんだろう、目をちょっとだけ広げられるのかなって思ってます、これをすることによって。そしたらアイライン D アップさんのシルキーリキッドアイライナーを目尻にシュンって引きます。もう本当にちょっと、もう引いてるか引いてないか分かんないくらいに引きます。でここにほくろを描きます。見えますか？これはあのお仕事アップのほくろらしくて、運勢がいいほくろなんです。これこっちは自前なんですけど、こっち見えるかなだからこれはよく描きます。普通にここにあるのが可愛いなと思って描いてたんですけど、運勢がいいことにも気づいて、あ、バディさんありがとう、すごいめっちゃ可愛い、嬉しいなんかその運勢がいいことに気づいてからは結構欠かさず描くようになりました。はい、ではちょっとそろそろあの顔に血色がなくて悲しくなってきたので、チークを先にしていきたいと思います。チークはちょっと今ハマっているこのクリニークさんのチークポップ14番ヘザーポップという色を、ちょっとこれなんかいつもすごい青みピンク、ガツンってすごい青っぽい色を使ってて、こんな感じ、全然色違うと思うんですけど、こういうの使ってるんですけど、最近はこっちにハマってます。これをここにポポポポ、お、血色、血色生まれたぞ、生まれた生まれた。青みピンクはどこの、青みピンクはこれはディオールさんのロージーグロー01番です。これを使ってます。あと好きなやつも一個あったけど手元にないから今度また言いますね。お、ヒデありがとう。ショールームチーク見えづらいけど見えるわ、見えますか、ちょっと見えるはい、なんかアイラインがこれ最近ちょっとこだわりポイントがあって、あの乃木坂さんがアイラインの長さが決まってるらしくて、グループのルールで。お、モリニーさんありがとうございます。あ、ポッターさんありがとう。なんかそれがそのまつげのこの端っこのラインからこう、それなんか長くしないみたいな、長くしちゃダメっていうルールが決まってるらしくて、それってすごい短いんですけど、こうアイラインって長くすればするほど目が大きく見えるのかなって思うから。お、ザナトさんありがとう。大きく見えるからこう結構長くしがちなんですよ、結構なんだろう、だんだんなんですけど、だから私もステージに出る時とかはちょっと長めに描くようにしたりとかもしてるんですけど、あのまさかのあの乃木坂さんがここ全然長くしてないっていう、目の範囲しか描いてないっていうのを聞いて、わあびっくりってなって、あ、えだちさんありがとう。ちょっとあの私生活は皆さんの前に出るときはちょっとやっぱ可愛くなりたいから長くしがちなんですけど、あの皆さん私生活くらいは見習いたいと思って長くしないようにちょっと最近頑張ってますはい、そしたらマスカラをします。お、千織さんありがとうございます
マスカラデジャビュキープスタイル、この色。乃木坂メンバーから聞いたの、いや違います、もうテレビかどっかで見ました。赤朝さんありがとう。メイクはいつもどれくらい時間かかるの？髪とかも合わせて1時間かからないくらいですかね。あ、おっくんさんありがとう。全部合わせて1時間かかんないくらいです。だから起きて1時間、家を出る1時間前に起きたらいけるって感じです。マスカラをします。あ、ひろきさん、ひろきさんありがとう。なぎささんありがとう。あ、おっくんさんありがとう。なんかでもそれって私が睡眠時間を優先したいから、そういうメイク時間というかが出来上がっていて、なんか頑張ろうとし、もっともっと頑張ろうとしたらもう無限に時間がかけられるんですよ。だからこれはね、モースさんでも言ってたんですけど、かすみんさんが3時間かかるっておっしゃってたじゃないですか。それも分からなくはなくって、なんか自分はメイク時間を犠牲にして睡眠時間を取ってるんですだからメイクってやっぱ可愛くしたいから、やり始めたらキリがないというか永遠にできちゃいますね。よいしょよいしょ。下まつげもやるんですけども、ちょっとだけ、はい、あ、そうだ、今日根本さんの放送日だ。メイクは AKB で習うの？メイクはほとんどはもう自分で頑張るんですけど、最初入った時はこのあまりにも変なメイクにならないようにメイク講習っていうのがありました。お、モリミンさんありがとう。一応ありましたね。もうすることなくなっちゃったので、あとリップだ、リップ。なんか何も変わってない気がする悲しい。なんかなんだろう、変わらないって、ね、スピンと変わんないよって言っていただけるのすごい嬉しいんですけど、あれ、なんかメイクしてる意味あるのかなってちょっと思ってしまいます。私はそれってメイクしてる意味あるのかな。あ、ガーサさんありがとう。リップを塗ります。ラバーします。お、ショタさんありがとう。やっぱリップはとっても血色感が上がるので、リップしたらやっぱちょっとメイクした感が生まれるのかなと思います。プルプルにするね。お、モモスタさんありがとう。ナナキさんありがとう。リップ塗って、お、見てプルプルはい、
完成。なんかちょっとあんまり参考にならないかもしれないんですけど完成です。わーいわーい。お、あと3分だ、ちょうどぴったりだ。え、やっぱさすがに最初と変わった、よかった。そう、血色感もね足されて。唐辛子は塗ってますか？あ、プランパーのことかな。なんかヒリヒリして唇がぷっくりするやつ。あ、なぎさちゃんありがとう。おっくんさん、おっくんさん、おっくんありがとう。そう、それは塗ってないんです、プランパーは。じゃあそろそろランキングを読ませていただこうかなって思います。じゃあ13位さんからいきますね。では第13位、おっくんさん、おっくんありがとう、パチパチ。はい、第12位、炭酸せんべいさん、炭酸せんべいさんありがとう、アバターかわいいね。第11位、ももすたさん、ももすたさんキラキラありがとう。はい、では第10位、モリリンさん、モリリンさんありがとう。はい、では第9位、ちょっと練習中、小太郎さん、小太郎さん小太郎さんありがとう。はい、では第8位、ザナトさん、ザナトさんいつもありがとう。はい、じゃあ第7位、ヒデさん、ももか応援隊ヒデ、朝から偉いぞ、わーい、ありがとうヒデ、ありがとう。はい、じゃあ第6位、ガーサさん、ガーサさんいつもありがとう、おめでとうございます。はい、では第5位、ひろじさん、ひろじさんありがとうございます、ありがとう。はい、じゃあ第4位、ラボーナさん、ラボーナさんありがとう、ありがとうございます。はい、では第3位、ぶっちゃん、ぶっちゃん柴犬だぶっちゃんありがとう。はい、では第2位、じゃらららちゃん、ひろきさん、ひろきさんもいつもありがとう、朝からありがとうございます。はい、では第1位は、じゃらららららちゃん、バディさん、バディさんありがとうございます、ありがとう。皆さん、こんな朝早くからきっとお仕事前とか学校前とかに見てくださったのかなって思うんですけど、ありがとうございます。次の配信は、今日は最終日なので次は3時から4時でやります。じゃあ今日も私も頑張るので、皆さんも一緒に頑張りましょうね。ありがとうございました。またねー、またねー。